本の面接性能について聞いてもいいですかね。ぜひ。日本のマッサージどういうのがあるのかちょっと教えてもらえますか。メンズエステは風俗っていうジャンルじゃないメンズエステと風俗エステっていうのがあります。2種類。あとチャイエスとかも聞くかな。チャイエスと健全エステと大人、まあ、風俗エステ、3つ種類が大体、うん、健全メンズエステは普通にじゃあマッサージだけ。マッサージだけ、うん、だけど、はい、ちょっとセクシーな衣装着たり。メンズエステという言葉を使うと、うん、そもそも女の子はちょっとセクシー系になってるんですよね、うん。日本でいうメンズエステは、はい、本当のメンズエステもありますけど、はい、肌とかね。ここ最近は綺麗なお姉さんがエチエチな服を着て、マッサージ、際どいところもマッサージしたり、それは風俗の手前のただのメンズエステのこと。そう。あ、じゃあメンズエステといえばちょっとエチエチな感じです。そうです。へえ。いつ頃からある業界ですか、それって。昔からかな。昔からあると思うの。10年前ぐらいからあったし、本当なんかここ5年前ぐらいから流行りだして。なるほど。今はちょっとありすぎて、お店がありすぎて、女の子もいすぎて、本当にこう稼ぐっていう感じになるとすごい格差が激しいと思う。今はめちゃくちゃ稼いでる女の子と、全然そうじゃない子、はいはい、どっちかな気がする。そうなんですね、うん。お店も、うん。じゃあ赤字も普通にあるとか。めっちゃあると思う。普通にバンバン潰れてるし。なんで、じゃあ売れるお店と売れないお店の差ってあります。やっぱり人気な女の子がいるかいないかなと思いますよ。あ、女の子次第。それに尽きる。あと聞いた話では、はい、教育もあったりとかするじゃないですか。教育次第でお店を伸ばしたらとかよりは女の子次第。女の子次第。教育も確かに大事だけど、ぶっちゃけ言うとどんなに教育してもなかなか売れる子に育つっていうのはどうしても難しい人も多いかな。はい、売れる子はどういうところが売れます、うん。私的の見解で言いますと、やはり男心を分かってる女性は売れるんじゃないかなって思う。やっぱり心理的なこと？心理的なことの方が多いかな、マッサージより。はい。男のことよく知ってるってことだと、うん、どういう技で男をこう男にハマってもらう。ハマってもらう。はい。もう心身ともに気持ちよくなってもらう。難しいですね。難しいですね。体も気持ちも。気持ちもが大事なんじゃないか。本当に尽くさないといけないですよね、男に。まあ尽くしてみたり、時には。何？離れて。離れる？何これ？何これ離れ？うまく転がす子が上手なんじゃないですか？男性をうまく。ね、うん、もう本当にじゃあ教育の問題じゃなくて人のそのものですよね。長くずっと売れてるし、長く続けられてる女性は大体めちゃくちゃもうマッサージが上手な人とかが多いかも。あ、もう。マッサージが上手いんだ、とりあえず。マッサージが上手くて本当に人柄が素敵とか。なるほど。男女の関係とかじゃなくて人の良さですよね。そう。面白い。 YouTube とか仕事も一緒じゃないですか。あ、マリコさんの人間性はどうですか。マリコさん、私は結構人見知りのコミュ障の。あ、コミュ障ですか。コミュ障。今は人見知りは1から5がマックスだとしたら今どんぐらい。今は3ぐらいかな。おお。3回だね。そんなにあるじゃん。そんなですか。そんなにないか。おお。あ、来た。カメラ来ただけで。今日リエステ大変じゃないですか、お客さんと接するので。結構ね、一回こう憑依させる。憑依させる。そう。かぶるなんか。エステのマリコ、エステのマリコ。マジで。じゃ結構じゃあお客さんとショータイムに緊張してるんですか。うん、緊張するタイプ私は。大変なんですよね。大変だった。あとお客さん好きになったことは。人として好きとか、友達になりたいとか、そういう好きは結構ありましたよ。自分からやっぱり誘えないですよね。変に噂まで回ったりとか。そう、自分からは誘わない。へえ、うん、面白い。面白い。面白い。本当。
エステの方、はい、マッサージ軸としたらやっぱり体が当たるので仲良くなるには勝ちじゃないですか。結構やっぱり声かけられるもんですか。あると思いますよ。どういうふうに、じゃあ、あの変な話ですけど、どういうふうに誘った方がいいですか。大にいいお客さんでいることが一番だと思います。普通にいい子でいい子でいること、いい子でいいことですね。それ絶対条件。なるほど。それわざとじゃないですか。違います。本当にやっぱ最初にちょっとでも違和感感じるようなことされたら、なるほどなるほど、怖くなっちゃう。ああ、ありますよね。次は積極的なのはいいんですけど、強引すぎない。もうバランスよくちゃんと女の子のペースに合わせる感じの積極さが大事だと思います。そうですよね。恋愛って似てるか、はい、分かりました。あ、面接での見極め方とかありますか。見極め方、これはいいお店だよみたいな。ね、ちょっと難しいんですけど、はい、今はメンズエステは大体皆さんツイッターで探してます。お客さん、いい女の子、ツイッター、ツイッターやってください。ツイッターやると見つかるんですよね、はい、ツイッターやると見つかります。お、女の子、個人でやってる女の子も多いし、お店とかもうみんな自分でツイッターでアピールしてるから、女の子たち営業ツールは、はい。へえ、知らなかった。メンズエステの子なんかフォローとかしてたら、だん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 情報収集して分かってくる。あ、いいところが。ちょっと大変だけど時間かかる。ぶっちゃけの情報とかあったら、うん、ぶっちゃけ情報、はい、メンズエステは、はい、言うても言うてもね、非風俗と言ってもですね、はいはい、やっぱり男女2人が密室でね集まる場ですから、そうそう、それなりのねことはねあるのは結構よく聞きますよ。だからメンズエステは結局風俗でしょってねよく思われがちなんですけど、はいはいはい、まあそうですね、実際はどっちかっていうとそういうこと求めない人たち多いんですよ。全く求めない人たちがやっぱりいるから、女の子もそう全く求めないお客さんがいいお客さんってなって、うん、そういうお客さんばっかりにするんですよ。なるほど。そういうお客さんばっかり優しくして、それそうですよね。そうだから人気の子はいいお客さんばっかりなんですよ。だからそういう子を口説きたいと思ったらやっぱりいいお客さんでいることが一番だと思います。